三山荘ではですね、このようなロビーコンサートを毎週火曜日と木曜日に行っております。本日はですね、北山由佳さんとマリンバの演奏です。短い時間ではございますが、皆さん楽しんでいただければと思います。それでは大きな拍手でスタートです。皆さんこんばんは。マリンバ奏者の北山由佳と申します。今日は短い時間ですが、こうやって身近でマリンバの音色をぜひ楽しんでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速1曲演奏したいと思います。1曲目に演奏する曲は、虹の彼方にオーバーザレインボーをお聴きください。ありがとうございます。皆さんマリンバはご存知ですか？はい、いいですね。最近こういう反応が多いです。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、マリンバという名前だけ聞いてもまだまだ、ね、知らない人が多かったり、ね、やったことありますって自信を持って言ってくださる方はまだまだ少ない楽器ではあるんですけれども、簡単に説明しますと、マリンバは木琴になります。はい、木琴は皆さんご存知ですか？よかったです。はい、そうですよね。はい、木琴でしたらね、皆さんとても馴染みのある楽器だと思うんですけれども、マリンバは木琴の中にあるその一つの種類になります。ただ小学校の頃とかよく皆さんがご存知の木琴に比べますと、マリンバは、まあ、一番は見た目が大きい、はい、
なので大きな木琴というふうに思ってもらえるのが一番いいのかなというふうに思います。で、まあ、じゃあ何が大きいのかなと言います と、音域ですね、音の広さが高い方から、低い方まであるの、その音域が広いのが一つの特徴と、あとは下にパイプがついてます。太いパイプですね、あの金色のパイプがついてるんですけれども、このパイプがついてることによりまして、まあ、木琴のイメージの音ってもっと可愛くてコロ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 なるようなのがイメージだと思うんですが、マリンバは温かいこの響きを作り出すことができるというのがまた一つ特徴になります。なので小学校の頃使ってたいわゆる木琴と呼ばれてたのはね、あのテーブルの上に置いて叩く木琴だったりとか、まあ、足がついてるのがあったりするんですけど、パイプがもうついてても、もう本当にこんなちっちゃなちょっとのパイプしかついていないので、響きというよりは木の叩いた音をで表現していくので、あまりこう柔らかい音色は出ないのが木琴になります。なのでマリンバの木はね、結構実は柔らかい加工をしているんですよね。なんでこのパイプがあることで新しいなんか響きを作り出していくっていうのが特徴になります。ではじゃあまあ木琴の一種なので、まあどうやったらいろんな音が出るかというと、このバチをいろいろ使い分けていくんです。今1曲演奏した時も4本のバチを使って演奏していましたが、まあ、1つだけ色が違うのはちょっと分かりやすいと思うんですけれども、それ以外の3つのバチも全部実は硬さが違うんです。はい、なので、まあ、いろんな音域、叩く場所に合わせて変えてみたり、あとは曲によっていろんなバチを変えていろんな音が出るというのもマリンバの魅力にはなります。なんでちょっと違うバチを使ってみます。次、先ほどのあの白いバチに比べますとちょっと頭が小さい、ちょっと青っぽいバチを使っていきます。はい、これ今度この青いバチを使うと、本当にいわゆる皆さんがよく知ってる木琴みたいな音色が少し出せるのかなというバチになります。運動会のかけっこの時とかにちょっと流れてるクラシックの曲を弾きながら違う音色を聴いてもらおうかと思います。道化師のギャロップお聴きください。同じ楽器なんですけどね、バチを持ち帰るだけでこれだけ音色が変わってきますので、まあ、いろんな曲を演奏できるのもマリンバの魅力ではあります。はい、今日も、まあ、そうですね、 1,2,3,10 セットぐらい持ってはいるんですけど、全部は多分使わないかもしれないです。はい、なんで、まあ、その時の場所とかいろんなことに合わせていろんなバチを使い合わせていきます。じゃあまた4本のバチに戻していきたいと思います。じゃあ次はちょっと日本の曲を演奏いたします。次の曲は、琵琶湖秋光の歌です。お聴きください。
ありがとうございます。今ちょうど琵琶湖就航の歌の今一番最後に出した音が今日持ってきたマリンバの一番低い音をちょうど出していました。結構低い音が鳴ります。はいはい、そうなんですよ。で、まあ、マリンバの楽譜って、まあ、低い方から高い方まで広い音域があるんですけれども、ピアノと同じように2段の楽譜を使って演奏しております。ピアノに比べると鍵盤数は少ないんですけれども、まあ、打楽器の鍵盤楽器の中では結構広い音域を使うことができるので、まあ、ベースラインと、あとはメロディーラインと、あとは真ん中のハーモニーをする部分と、まあ歌でいうと女性のパートと男性のパートを一人で演奏しているような形になるので、さっきほど言った通りこう4本のバチを使うときにいろんな硬さのバチを持って演奏しております。で、まあマリンバ、まあ初めて見た方とか大きいですねってよく言われるんですけど、今日持ってきたマリンバまだちょっとちっちゃいんです実は。はい、そうなんです。もうちょっとね、低音が低いところまであるのが、まあ、通常のサイズのマリンバにはなってきたりするんですけれども、まあ、今一番下が、ドレミの、ファの音が今日の持ってきたマリンバで、もうちょっと下がってファからミでドまで下がっていくのが普通のサイズぐらいかな。もうちょっと下まで行くとドシラまで行くとバスマリンバみたいなやつでもあったりはするんですけれども、はい、なんで結構広い音域にはなりますが、全部解体して運んでくるので普通に、はい、そうなんですよ、トラックは運転もできないんで、はい、軽自動車に乗せてきます。はい、軽に乗ります。そうなんですよ、これ全部分解できます。はい、これ全部外れます。はい、そうなんです、これ全部外して、で真ん中で長いので半分に折るような形になるので、分解して車にトントントンと乗せて、はい、まあ、持ち運び便利ではないですけど、どこにでも持ち運ぶことができる楽器では、はい、あります。で、今私お話ししてるのはマイク通してお話ししてるんですけれども、音自体はマイク使ってないので、はい、全部生の音で、あれだけの音が鳴っております。結構大きな音が鳴るイメージですけど、まだね、力半分ぐらいしか出してない。はい、そうです、全力で弾いたら結構うるさいです。はい、そうなんですよ。なんで、まあ、マリンバはね、木なので、やっぱその日の湿度とか温度によってとっても左右されるんですね。何が左右されるって、響きの量なんですよ。はい、今日は、まあ、昼間は結構皆さん過ごしやすかった感じじゃないですか。ちょっとまあ肌寒いかなって感じはするんですけど、人がね、生活しやすい湿度と温度がマリンバも一番いいらしいので、最近ギリギリセーフくらいです。あ、こっから寒くなってくるともう天敵です。はい、もう松本なんて本当寒暖の差が激しいので、ね、朝晩はすごい冷えて昼間は暖かいので、一回木が冷えちゃうと今の音の半分ぐらいしか音が鳴らないんです、本当に。なんで、できるだけ楽器を冷やさないように冷やさないようにするのがこれからの課題ではあるんですけど、はい、なんで今日はね、結構いい、でもちょっとやっぱ寒くなってきたんでちょっと響かなくなってきてはいるんですけど、なんでそういう楽器ではあるんです。面白いでしょ。誰かやりたい方いましたらぜひ趣味に、はい、あ、でもうちの音楽教室に習いに来てる生徒さん半分以上が大人の方が多いんです、実は。はい、お子さんも結構いるんですけど、なんか木琴って馴染みがあるじゃないですか、皆さんが。なので、なんか、あ、じゃあマリンバやろうかなって習いに来てる人すごく多いんです。はい、へーってなってますけど、誰でも4本持てますよ。はい、あ、そうです、マリンバっていう楽器、そうなんですよ。普通の木琴だと片手に1本ずつね、こうやって持ってやるのが木琴のイメージなんですけど、マリンバはこうやって片手に2本持ってバチをこのように開いたり閉じたり、はい、します。開いたり閉じたり、自分の手のように、はい、操りながら4本のバチを使って演奏していきます。大丈夫です、誰でもできます、本当にできます。はい、大体教室に来た方、まあ、半年ぐらいやったら皆さん4本は、はい、やっております、挑戦しております。子供でも4本持てるんですけど、これね、小指で支えてるんです、実は。はい、なので手がちっちゃいとちょっとね、バチがうまく支えられなくって、マリンバって子供の楽器がないので、私と同じ楽器とこの長いバチを小さな子も大人もみんな同じ楽器使うので、ちょっとそれが持てないので、高学年以上になればみんな持ってます。まあ、最大片手に3本までは持てます。はい、6本バチのっていう曲があったりとかするので、専門的な曲では使いますが、普段は使わないんですけど、まあ、エイリアンみたいに3本ずつ持つことも可能ではあります。はい、
そうなんですよ、面白いですよね、そういう楽器ね。ではじゃあ、次の曲いきたいと思います。じゃあ次はちょっと映画の音楽の曲を1曲演奏いたします。ティファニーで朝食をという有名な映画の中で使われてます、ムーンリバーをお聴きください。ありがとうございます、はい、じゃあ今何曲か今演奏してきたんですけど、マリンバって皆さんどこから音が鳴ってきていると思いますか？
まあ、この温かいこう大きな響きを作っているのは先ほど少しお話ししたんですけれども、舌についているこの共鳴管と呼ばれるパイプがあることでこの温かい響きが作ってあるんですね。このパイプがないと本当にカツンっていう音しかならないので、パイプがとっても大事なんですけど、まあパイプのまあ筒があるので、筒の下から出てるのか上から出てるのかなんですけど、どっちから音が出てるように聞こえましたか？ということで多数決を取りたいと思います。はい、そうです、毎回やっております。はい、前回は少数派の方が正解でした。はい、じゃあ今日はどうでしょうか。じゃあパイプのじゃあ下の方から音が出てるように聞こえた方、少ないですかね。はい、じゃあ上の方から音が出てるような気がした方、あ、こっちの方が、あ、多い感じがしますね。ありがとうございます。では正解です。正解は上から音が出ております。あ、今日の方は素晴らしいです。そう、大半の方が正解でございます。珍しいですね。だいたいいつも逆が多いんですけどね。どうしてもね、筒があるとなんか下からね、筒がこう穴が抜けていてそのまま下から音が出ているようなイメージがあると思うんですけれども、マリンバのパイプは下がね埋まってるんです。穴は抜けていないんですよ。はい、なのでここにこう埋まってるところでこう叩いて、この空間の中でこう振動して、実際はこの鍵盤とここの隙間、ここからこのように上に、はい、響きが出てきてるので、こう出てきたのが上に当たって皆さんに届いてるような、はい、形になっております。はい、なので、まあ、パイプって低ければ低いほど、まあ、長くて太いパイプになってきます。パイプオルガンとかも結構、ね、そういう風になっているので、高い方は細くて短く、だん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 太くて低くなっていくので、今日持ってきたマリンバよりもサイズが大きいのものだと、もうほぼ地面にくっついてる感じのパイプの長さになってきても全然問題はないんですね。はい、下は埋まってますから、そのまま上に反響していくので、はい、そうなんです、大丈夫なんです。ってなると、こっちも長いからおかしいじゃないっていう感じなんですよ、ね、こっちも長いしこっちも長い、飾りです。はい、本来は3センチぐらいでいいんです。はい、ここのパイプの長さは本当はこれぐらいでいいんです。はい、なんですけど、まあ、かっこよく見せたい楽器を買ったのでアーチの形になっております。なんでこのここら辺はいらない鉄の塊です。はい、なんで本来はこのぐらい。はい、そうなんですよ。はい、なんでだから、マリンバってピアノの鍵盤と同じ配列してるので、ピアノの黒い鍵盤と白い鍵盤と2段あります。なんでパイプも2段ついてるので、白い鍵盤の私側のパイプの方はいらない部分がないので斜めにシュッとなっております。はい、なんでそちらがお客様に見えてる方だけこのアーチ状に、はい、なってるので、もうここなんか本当にいらないんです。あとは黒い鍵盤ってここ音ないじゃないですかね、ここ音ないところも歯抜けだとかっこ悪いので、はい、そうです。くっついております。はい、だから結構こう見えてる方のパイプはね、いらない部分がたくさんくっついてるんですよ。なので木琴にパイプがついてればほとんどマリンバなんですけど、このパイプの形は結構人それぞれだったりとか、いろんなデザインで作ってありますので、はい、なんで私のはアーチなんですけど、こうシュッとなってるのもあれば、あとはヤマハとかだとね、私はねこう四角くなってるんです。下の方、下に行けば行くほど鍵盤の幅も太くなっていくので、それに合わせてパイプも太くするので四角いパイプなんですけど、ヤマハはね太くもなるんだけど長くするので、こう折り返してあったりとか、はい、結構いろんな形がありますけど、まあパイプみたいなのがついてれば全部マリンバになります。はい、私の楽器はねこうローマ字で今コオロギって書いてあるんですけど、コオロギ社っていうマリンバ専門の日本の会社で、はい、作られて福井県で作ってる楽器なんですけど、本来はねひらがなでコオロギって書くんです。そうなんですよ。はい、結構残響が長くて温かい音色がするかなっていう風に言われてる楽器ではあるんですけど、最近ね小学校のね木琴とか鉄琴とかコオロギ社の楽器を結構入れてくるところが増えてるんです。はい、楽器を見る機会がありましたらぜひメーカー見てみてください。あー、時言ってたやつかなって。意外とマリンバもなんだテレビの後ろのねバックミュージックみたいなところにも実はいるんですよ。はい、いるんです、いるんです。密かにねいるので、ぜひ見つけてみてください。
ではじゃあ次の曲行ってみたいと思います。まあそんな風にね、上からこう音を出していったりとかはするんですけど、まあ打楽器の一種ではあるので、まあちょっと一曲早い曲をやろうかなと思います。ちょっと違うバチを使って、またちょっと違うバチを登場させてみたいと思います。オーケストラかな、クマンバチの飛行という曲はご存知ですか？マリンバと同じぐらいのなんかあれですね、皆さんの知ってる感覚ですね。はい、あの知らなくても全然大丈夫です。想像していただいて、まあ、曲名にクマンバチというふうについている通り、クマンバチが飛んでる様子を音楽で表している曲になります。なんでクマンバチが大群になって近くに寄ってきたり遠くに去ったりっていう、それがこう表現されている楽曲なんですけれども、まあなんせ音が多くて速い曲なんですよ。はい、楽譜はね音符だらけなんで真っ黒なんで見てる暇はありませんので、どかしましょう。はい、あの聞いて楽しむというよりも私の手を見て楽しんだ方がいいと思いますので、この辺を見ながらお楽しみください。ではクマンバチの飛行です。感じましたか？違う、これね疲れるんですよ。もうちょっと息切れしてます、一人だけ。はい、あの結構全身使って演奏するのでマリンバは結構いい運動になるそうですよ。どうですか？はい、頭も使うらしいです、噂によると。はい、あの楽譜こうやって置いてるんですけど、ずっと見てられないんですよね。どうしてもこう的を当てていかなきゃいけないので、鍵盤見なきゃいけないので、やっぱまあ覚えろとは言わないんですけど、覚えないとうまく弾けないみたいなので、はい、結構頭を使いながら手足を使いながら結構いい運動になります。ではじゃあのちょっと落ち着きましょう。私が、あ、皆さん少ないですよね、私だけですね、暑いのね。じゃあ季節の曲を一曲演奏しようかなと思います。ちょっと秋の曲を、まあ、まだまだね秋なのに暑いですね。来週はすごい寒いらしいですよ。さっき天気予報見たんですけど、マイナスという文字がありました。そうなんですよ、でも本来そのぐらいなんですかね、きっと。そうなんですよ、すごい恐怖ですね、朝車が凍ってそうで恐怖なんですけど。では秋の曲もみじをお聴きください。
ありがとうございます。じゃあ、次に演奏する曲は、ちょっとピアノの曲をマリンバにアレンジして演奏したいと思います。ショパンの曲なんですけれども、まあ、ピアノだとね10本の指を使って演奏していきますが、マリンバは基本的に4つのバチを使って演奏していくので確実に叩けるというか出せる音が少なくなってくるんです。なので、まあ、またちょっとピアノとは違った雰囲気の編曲にはなっておりますが、別れの曲というショパンの曲をお聴きください。ありがとうございます。またちょっとピアノとは違った雰囲気のアレンジで演奏してみました。はい、まあ、マリンバの楽譜って実はないんですよ。こうやって今楽譜ペロってめくってるんですけど、はい、そうなんでピアノの楽譜使ったり、はい、いろんな楽譜を使ったり、あとは耳でコピーしたりして4本の中でどれだけ音数が出せるのかが私の中のいつもの戦いなんです。はい、なんで毎回毎回ちょっとずつアレンジが進化していったりとかします。今日は私一人で演奏してるんですけど、まあこれだけ大きな楽器なので、まあ一人二人、マリンバを1台を2人で演奏することもできますし、ピアノと一緒にやったりとか、最近私はねよくバイオリンとマリンバのデュオを組んで、はい、2人で演奏しているんです。不思議ですよね。全然バイオリンって弦楽器で、マリンバって打楽器なので、普段全然出会うことない楽器なんですけれども、意外と相性がいいんですよこれが。はい、なんでまあいろんな楽器とまあセッションしたりとかできるので、本当にいろんなことがやろうと思えばできる楽器ではあります。今日はねまあこんな時間ですのでね、皆さんこの後ゆっくりお休みについていただきたいなと思って、ちょっとバラードの曲を、はい、いっぱいご用意してきたんですけれども、まあ、もっと激しくて、はい、エネルギッシュな曲もできなくはないです。はい、ただちょっとゆっくり休んでほしいのでね、はい、あまりテンション上がりすぎない方がいいかなと思って静かな曲を用意してきました。
では、もう時間になってしまうので今日のコンサートあと1曲で終わりにしたいかなと思います。最後に演奏する曲は、ふるさとを演奏いたします。もしよかったら一緒にね口ずさんでいただいたりして最後のコンサート楽しんでいただけたらと思います。では最後にふるさとお聴きください。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。私も本当に楽しい時間を過ごすことができました。たくさんの方にねこうやって聞いていただけるとか、あとは同じ空間で一緒に音楽楽しめるのって、なんかコロナ禍の時にねやっぱりそういうことができなくなってしまったからゆえに、なんかすごい幸せな時間なんだなっていうふうにつくづく思うことができて、本当に今日はありがとうございました。じゃああと1曲だけ演奏しておきます。じゃあ何にしましょうか。皆さんの知ってる曲で、あ、じゃあこれにしましょう。じゃあアンコールは賛美歌の曲なんですけれども、アメージンググレイスを、はい、演奏いたします。今日は本当にありがとうございました。Thank you.
曜日と木曜日に行っております。ぜひまた皆様とこのコンサートで会えることを楽しみにしております。本日は宮本さんにお越しいただきまして誠にありがとうございました。